はい、どうもゆうちゃんパパでございます。さあ本日もねストリートファイターデュエル無課金実況やっていきましょう。本日はですねこのねストリートファイターデュエルのねアプリがリリースされてからですね約3ヶ月経ったというところで、3月のね27日にリリースされたんですけどね、まあ今6月の24日なので、まあまああとちょっと3日ぐらいあるんですけど、まあ、約ね3ヶ月、リリースされてから経ってるというところでございますけれども、どうですかね、結構周りの方とか一緒に始められた方とか、まあまあずっと続けてる方とかね、まあいろいろ引退されたりとか、まあはたまたね最近始めた方とかもねおられるのかなとは思ったりはしてるんですけれども、まあ結構ね、まあ引退されてる方もね多くなってきてるかなというところではあるんですよね。このゲームね、まあまあ要因としてはね、やっぱりね基本的になんかねこの暇なんですよねちょっとやることがね毎日ねないんですよね。まあまあ午前中のね、まあまあ毎日の日課の消化をねやったら基本的にも放置で次の日迎えても何の問題もないみたいな感じになってるんで、まあ因率がねちょっと著しくね減ってしまうかなというところでございまして、もうあとはねまあこういうチャットとかでねもうこう喋りながらね、こう会話しながら、まあ練習試合しましょうかとかね、いうような感じのアプリになってるんで、なんていうかね、なんかこう無課金、美課金ね、重課金、廃課金いっぱいいっぱいですけれどもね、まあまあ皆様がこう楽しめるようなね、まあなんか環境づくりのなんかアプリにしてほしいなというふうには思ってはいるんですけど、まあこういうファイトリーグとかもね、まあまあいいんですけれども、なんかね、こう期間限定だったりとかね、してるんで、まあこれちょっと私はちょっとまあそんなに全然やったんですけど、まあ報酬はね、ちょっともらいましたよというような感じでございますけれども、鬼舞辻トトさんね、1位でおめでとうございますということで、この2位の方もね、めっちゃ強かったんですけどもね、もうリーグの引退者ということで、こう満たしてもらったらもうアンストしますありがとうございましたみたいな形でね、もうちょっと引退されたような形みたいなので、やっぱりね重課金廃課金の方がねいろいろおられてね、そこはそこでね切磋琢磨してもらって、まあ美課金無課金で切磋琢磨してもらってっていうね項目がね、これはこれでねファイトリーグいいんですけれどもね、こういう項目とかをね結構数多くねやってほしいなというふうにはちょっと思ってる今日この頃でございますね。ちょっと頼みますわ運営さん、どんどん減っていくよユーザーが売り上げもね結構落ちてきてしまってるみたいなんでね、まあちょっとね魅力ながらね私ちょっとねこういう配信をさせていただいてね、まあ、一緒にねストリートファイターデュエルね盛り上げていきたいなというふうには思っておるところではございますけれども、決してね運営さんの前足物とかそんなんじゃないのでね、そんなだったりご安心くださいってね、何のご安心やねんっていう話ですけれども、はい。で、今日はね、まあちょっとね、無課金のね、まあ成長記録っていうような感じで、まあまあちょっと1週間に1回ね、ちょっとどんな感じでね、成長したかっていうのもね、ちょっと今現状こんな感じですっていうのをちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、あ、じゃあこれね、これイベント、あ、これさっきやろうか。これイベントね、はいはい。このイベント、これまだやってへんない。デイリーの、デイリーの、それ、ここや、ほら、ほんまにあかん。それ、ここか、ほんま。ここやろほんなら全然これそらこれこれやんもうこれもうちょっと薄いやんこれちょっとこれあれやでな、10回ごとにってもうなんか10回もう行かれへんかなこれワンチャン10回も行かれへんかなとか思いながら、ただちょっとこれね溜まってきたんで、僕的にはこれの占いにするかな。このチケットもいいんですけど、まだちょっとね無理なんで、これにしようかなとか思ったりしてますけどもね、まあ、このキャラね育てている方はねこの 5キャラね取ってもらってもいいかなと思いますけれどもね、はいはい、まあこれはこれでいいとして、まあ、現状ですね、まあ、成長の方でいくと、まあ、レベルの方が、250まで来ましたというところで、本日に、まあ、251ぐらいにいけるのかな、いうところでございまして、でまあデビルメイクライのねキャラがもし取れた場合を想定してね、ちょっといつも1個だけねこう開けとるんですけれども、はい、250までレベルが上がってるというところと、挑戦のところは27の31のところで止まっておりまして、ここがちょっと全然勝たれへんというところで、ちょっとこのねドーピングね、助っ人のドーピングをしたいんですけれども、ちょっとどうしようかなというところでね、
1週間で2回ね、同じステージで戦えるんで、どうしようかな、ちょっともったいないなと思いながら、今ちょっとやってみましょうか。こんな感じでね、さあいけ、こねろ、こるや、おら、くらい、こる、おじじじじ、おっしょ、倒したぞ、おっ、あかん、ちょっともうって、その、やめやめやめ、回復回復、あらー、やめやめ、落ち着け、おじじじじじじ、あっ、おら、あかん、くぅ、ワンチャンいける、ワンチャン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 、ちょっと惜しいか、あー、ワンチャン、ちょっと、でもなんか頑張りそうだよね、なんか頑張れそうなんよ。なんか頑張れそうやから、ちょっと助っ人で使うとね、このステージもったいないかなとか思ったりねしてはいるんですけれども、ただねちょっとお借りしてる期間も長すぎるとね、ちょっと貸してもらってる方にね迷惑になるのでね、極力早く使ってねちょっとご返却したいなというふうに思ってますけれども、まあちょっと27の31でちょっとくすぶっておりますというところと、執行の剣がこの方が325まで来ている状態で、ここもここがちょっと倒せないというところで、これもちょっと助っ人どうしようかなというところなんですけど、一回やってみましょうか。それいいよ、俺ら行けよ、ほんまこんにゃろう、知らんぞこれな、もうなんかどうしよう、俺、この野郎、俺、じし、これやば、よっしゃ、いける、ワンちゃん、あ、俺、じし、こる、あかーん、言う死んだ、あ、ちょちょちょ、あ、そんな全体攻撃とかもう無理やし、ちょっととこれは勝てそうにないので、これはちょっと助っ人をお借りするのがね、いいかなというところでございますけれども、雷は150が勝てませんで、ここの氷河のところも150が勝てません。おら、いけーみたいな、ちょっと惜しいなとか思いながらね、おじし、こんにゃろ、とるや、とるや、おら、ほんと、こんにゃろ、ふざけやがって、おじし、おあかんかん、ちょやめろやめろやめろ、あーちょもう、おおちょっと残ってるぞ、残ってるぞ、いけるぞ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 、おおいけるぞ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 、ほらあーちょ3人おるんか、ちょやめろやめろ、おこ、こ、こ、おーこれこれこれこう、いやちょあかん、こう、あーちょ、あー飽きません、強い、150が勝てませんというところと、炎はちょっとねなんか全然なんよね、131でちょっと全然勝てませんというような感じでございます。で、シャドルシティ、シャドルシティ関係ないか、シャドルシティ関係なくて、試練の道はこれもねもう全部クリアしてるんですけれども、でグローバルファイトは全然やってないですよこれね、これも前ものね、この極寒の湖ゼロなんですけど、これちょっと全然やってなくて、ちょっとこれねなかなか時間がなくてやってない状況なんですけど、これは多分ねちょっとクリアできるとは思うんですけどね。で、投手のところでいくと、今26かな、ね、こんなところの状況でございまして、これはちょっとねまあ覚醒いろいろしていったらねもうちょっと増やせるんですけども、なかなかねキャラが足らへんような状態で、奥義がまあ、こんな感じですね。奥義はまあそんなにですね。全然なんですよね。みたいな。もうちょっと欲しいんですけど、なかなかね、入手できるね、コンテンツがね、無課金は少ないんですよね。毎日1日1回ぐらいしかできないんで、これちょっと難しいかなと思いながら、はい。で、競技のところはアリーナが、今現状8位で、結構ね、引退された方がね、上の方多くなってしまったんで、大体ね、10位切るぐらいになってきたかなと。いうところで、まあ無課金でもねここまでやりますというところでね、まあ無課金さだけどね、ゆうちゃんパパはというとね、もうエッチュでみたいないうところと、ストリートファイトは有名人の5のところですね、ちょっとこれもね1日2回しかできませんのでね、ちょいちょい勝ったり負けたりなんであんまりですね。でトーナメントも12か、はい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 、これはねこの銀の竜の2になったり3になったりっていうのをちょっと繰り返してるような感じですね。これもねなんか決まった顔ぶれなんで、これもなんかねもうちょっといろんなサーバーの方とねやっていきたいなというところもあるんですけれども、なんかちょっとマンネリがしてるような感じではありますけれどもね。でまあちょっとねフレンドの方にねいきなり突ってね練習試合するっていうのをねいろいろこう思ってるんですけども、ちょっと今はなかなかこうオンラインの方が多くないので、ちょっとね今の時間はちょっとやっても意味ないですね。はいはいはい、多い時間にやろうかなと思ってね、まあ土日にやろうかなとか思っとったんですけどね、ちょっとねこの土日ね結構忙しくてちょっといろいろ編集とかする時間もなかったもんですから、これはまたねあの日にち見てねちょっと、考えていこうかなと思うんですけれども、まあ結構この世界チャットとかもね結構面白いですよね。
結構下ネタが飛び交ったりとかね結構伏せ字になるんでカタカナにしてみたりとかなってるんで、この番長さんとかもね結構めちゃくちゃ絡んでくれるんでね、面白い人なんですけどね。結構ねこんな感じでね、私もこう例えばこんなスタンプね、来たよとか言ってよしとか言ったらなんかちょっと触れてくれるんですけど、まあちょっと今ねすぐ触れてくれるか分かりませんけども、まあこんな感じでね絡んでくれる方を優先的にねちょっとフレンドになっていって、ちょっと練習試合していきたいなというふうには思っておりますんで、はい、まあどしどしね X の DM とかねこの世界チャットとかでね絡んでいただければ大変嬉しいなというところでございます。まあ成長日記的にはそんなところかな。あ、なんか申請来たぞ、よっしゃーとか言ってそんなところですね。さあほんなら、ちょっとファイトリーグの報酬でね、もらいました占いガチャのですねこのチケットね、まだベガがねトリプルエースになってませんので、まあ恒例っていうか、まあ、ベガリンピックしてね、今日は終わっていこうかなと思います。さあベガリン頼むでベガリンリンとか言うてねさあそれではゆーちゃんパパのベガリンピック金メダリスト2枚抜きを見よっとかまっしょい。ほらほんまこれ1回目スキップ、おいこれらほんまふざけんなよ、すべてめくる。まあまあまあこれはね序章だからね、次にいや2枚抜きドカーン、ほらこれスキップ先頭バチコーンバチコーンバヨーン。はい、本日の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。やったぜベガリン、ブー。